晴れたな。まあこれ使っちゃダメだったんだね。ギリギリになってもう一回見直したらダメだったんだよね。参ったよ。ちゅうわけで急遽こっちにさ荷造りし直したけど、大型のスーツケースもダメだっていうから、これもダメなのかな。いやー、これ以上コンパクトにするのはぬいぐるみサッカーには無理だよね。で、B2 の出口が近いようなので B2 を目指したいんだけど、今日私はエレベーターがないと辛いので、エレベーターの方にまず向かうだろう。そこにエレベーターあるな。それでどこに行くのかな。 B2 の方にもエレベーターはないのかな。とりあえず B2 はこっちの方らしいけどないね。じゃあ戻ってエレベーター乗るじゃんか。で、これでどこ行けばいいんだ。で、エレベーターがそっちにあるよってか。でも B2 はあっちだね。 B5 にもエレベーターのマークがついてますね。まだまだあっちの方だよ。で、ここはなんか違うね、建物が建ってるな。で、あ、B2 の文字が出てきたね。 B2 はあっちで、エレベーターがそっちだよってか。お、B2 は階段なのか。じゃあちょっとB1 から出てみる？ B1 に行って、エレベーターで、と思ったけど、道路を渡るのもしんどいかね。じゃあしょうがない。B2 から出るか。エスカレーターで登って、で、階段ってそこな？はい、階段で登ってきましたよ。まあ重いわけじゃないんだけどね、荷物が崩れるのがちょっと心配なわけよ。で、浜松町の駅が出てきて、浜離宮の過ぎたところっていう感じだったよな、確かな。だから場所は合ってると思うんだよね。場所的にはあの辺なのかね。ん？なんか文字が出てきたぞ。ポートタワーって書いてあるね。ポートシティだっけ？だったと思うんだけど、あ、あったあったあった。じゃあここ登っていけばいいのかね。まだまだでしたね。はい、まだでした。3階だから次こそどうだ？と思ったけど、あれ？何にもないよ。どっち行けばいいの？あ、なんだ、エレベーターあったんだな。っていうか、寒い。めちゃくちゃ寒い。何この寒いの。レインボーブリッジあった。あ、荷物持ってる人いるね。じゃあ、あの人についていけばいいんだな。お、あったあった、ポートシティ来ましたよ。てか、ここに来て、風に荷物を持って行かれる。よくもご無事でここまで到着いたしました。なんだ？なんかロボットがいっぱいあるね。あら、ピアノもありますよ。あ、荷物持ってる人いるね。あ、なんだ、みんなもう先に来て待ってたんだね。いや、並んでるな。ブルーボトルコーヒーって初めて見たな。あと10分ぐらいで会場だけど、すんげえいっぱいいるね。
ということで、ご出演の皆さんこちらの方お並びください。もうめんどくさいことがないのはいいんだけどさ、この時間でこの状態間に合うのかな。いっぺんにみんな広げるとさ大丈夫なのかなって思うんだよね。バラバラの時間に広げた方がいいと思うんだよ。あ、大きいブースの人ってこんな感じか。で、私は入り口入って右にまっすぐ行って X の3だったもんね。なのでこちらが本日の私のブースでございます。到着しました。では荷物を広げるとしますか。あー、もうちょっと慌ててるからさ。あー、よかった、無事で。で、テーブルの下に棚はございませんでした。荷物置きがちょっと少ないね。段ボール畳んじゃったから強度的にどうかなと思ったけど、案外平気そうでよかったよ。やったー。じゃあ、フニータを並べてね。そして続々と皆さん準備されておりますね。しかし向かいのブースと隣のブースと後ろのブースもいないんだけど大丈夫かい？そして売り切れましたを書く用の紙とペンを持ってきました。こちらに名前を書けてな、なんかいろいろ書かれてたので読んでみた。はい、首にかけるのがないので安全ピンで留めました。そして本日導入したお買い物袋ね、すぐ出せるように用意して、はい、準備が終わりましたのでね、空いてるうちにトイレを済ましておきましょうかね。お、生地屋さんなんかもあるんだな。中で食べたらダメなんだって。だから飲み物とお腹空いた時に食べれる用の食べ物な、物色しに行こうかね。お、ロッカーもありましたね。で、お、何ですかこの行列は。お客さん早いな。まだ出店者全然準備できてないよ。気合入ってるね。で、お店はどんなのがあるかな。下にお店がありそうな感じ。お、テーブルと椅子もあるね。じゃあそこで食べればいいのかな。お、港横丁は11時半にオープンだってと思ってたら開いたよ。おお、あんな感じなんだ。結構広いね。さあ、20分ですね。開始まであと40分。ローソンがありました。なんかガガ言ってるなと思ったらロボットが掃除してたよ。時代だね。いや、アイスはさすがにいらないけどさ。あー、ひなあられがある。ひなあられ欲しいな。買っちゃおっかな。で、いろはすが101円で、こちらが100円でした。で、今日はそんな混んでないからね。おにぎりあるかな。あったあった。ルサフェスの時と違っていっぱいありましたね。よかったよかった。パスモで支払えます。なんだって、取り消し取り消し。はい、よかったよ。お、エンジェルナンバーだね。あ、しまった、ポイントカードな、持ってこなかったね。ありがとうございます。
あ、レジ袋必要だったな、やっちまったな。ではひとまずお水でジャスティースっていうか蓋開けんの忘れてた。はあ、でおにぎりな、おしぼりもお箸もないんだけどと思ったらおっちゃんがくれました。じゃあひとまず戻るとするかね。別に今日はお腹空いてないんだよ、開始の時間がさ早くないから、うちで食べてきたからね。あ、この椅子座りやすそうな椅子だったね。でひとまず戻って、お、着々と準備が整いつつありますか。おー、行列も長くなりましたね。すげえな、ファンがいるんだな。あ、うさぎのぬいぐるみあったね。あら、お隣さんまだいないね。お、お向かいさんはもう揃ってるね。じゃあブースの写真を撮って、おすすめの写真も撮って SNS にアップしますよっていう行事があったよね。しかし誰もそんな余裕なさそうだけどな。じゃあまあひとまずできることはやっとくか。ちゅうわけで LINE と X にポストしたよ。いつの間にか後ろの人いた、気づかなかったよ。なんだよ、もうポストしちゃったよ。ポストした人いたのかな。なんか外人さんがいっぱいだったね。いらっしゃいませ、見てってください。そして私のブースの前には誰も来ない。後ろの人はまだ準備中なのにもう売れている。そしてあそこで行列ができている。前に見た景色だな。で、韓国人のお姉さんがあの子の写真を撮りまくっておりました。おー、後ろの人にも分かるようになってんだ、それはいいアイディアだね。あれ、結局隣の人来なかったね。あれ、もったいない。で、ぼーっとしてたらこの子がしれっと売れました。この調子で行ってくれるといいんだけどな。で、撮影できてなかったけど視聴者さんが差し入れくれました。シュークリームとおにぎりと焼き芋だって。それと同時になんだかお客さんが増えてきたようだけれども、クーラーも入り始めて、なんかちょっと寒いの。そこまでする必要あるかね。全然ダメだ。そして2時半になりました。店番をしてくれるというので休憩に自動ドア通ったらこんな空間が広がっておりました。で、おにぎりと差し入れを並べてみました。いや、お腹すいたな。ひとまずもらったおしぼりでふきふきして、もらったおにぎりどんなだろうと思ったら、なんと葉っぱ。衝撃のあまりずっと葉っぱ葉っぱ言ってたね。ではいただきます。人生初の葉っぱおにぎり。おー、なるほどな、海苔と比べてちょっと食べにくいんだな。しかしこの塩気が最高だぜ。中には高菜が入ってんのかな。と、高菜以外にも明太子かな、なんか入ってたね。
いや、この塩気が今日は最高に染みるぜ。あの子なんだろうな、最近よく見るよね。しかし外は寒そうな風が吹いておりますね。春だったら気持ちいいんだろうけどね。で、お腹が空いてたのでおにぎり全部食べて、デザートが食べたい気分だったのでもらった焼き芋を半分食べてみようと思います。甘いのが全部皮についちゃってたので皮も結局食べることにしました。しみるわ。焼き芋最高、ごちそうさまでした。いや満足満足。まあどうせ私がブースに立ってたってお客さん来ないからね。ちょっとのんびり。電子レンジがあったね、あれ使っていいのかな。なんかここの空間のことに関しては何も書かれてないんだけどね。なんか災害時の中なのかね。お、ここにもトイレあったね。おしるこはありませんでした。今日撤去って何時までなんですか。このあれですか、17時半ですね。は、30分で片付ける感じました。そうですね、わかりました。でもこの会場自体は何時まで撮ってるのかちょっと私たちはわからないので、6時半までだったらもうちょっと時間あるでしょう。ただ大体いつも今までも考えても、初日は結構皆さんもうその前から少しずつ片付けてって、ああなるほど。であとは明日来られる方は、セッティングだけしてカバーかけてここで鍵かかるんで、大体1日前は皆さん出店者さん早いですね。そうなんだ、すごいな。だったらもうキャリーケースだけ持ってビュッと入られる方も多いので。いやー緊張する。ありがとうございます。いや私そんなに早く片付けらんないけどな。じゃあ今回は逆回りで帰ってみましょうかね。おーすげーぬいぐるみあったね。そうそう、外人さんがね多かったからね、桜のグッズを並べておけばよかったなって思ったかな。あとはねアクセサリーね、ピアスはさ男性もしてるんだよね。だから決して女性向けっていうわけではないんだなっていうのが学べましたな。テーブルクロスは下につくくらいまで長くすればよかったね。会社なんかも入ってるのかな。やっぱり小物が人気あるみたいだね。大きいものよりも小さいものが好きみたいだな。お、絵なんか売ってる人もいるんだね。戻ってまいりました。こんにちは、いらっしゃいませ。あ、そうなの、ありがとうございます。いやだ。私何もその YouTube も登録したくてもこれバカだからできなくて、とにかくもうイベントの情報だけ、本当、うわすごい、ありがとうございます。早く帰ってこないかなと思って、あら叫んではいたんですけど、いやだすいません。すごいゆっくり、ありがとうございます。いただきました。いや嬉しい。フニーター分食してください。あ、もう散々見たか、もう飽きたか。あら今からですか。あら、ありがとうございます。全種類10種類ありますよ。カゴ、カゴありますよ。買い物カゴね、いっぱい買えるようにね。端から端っこ分かんなくなっちゃうね。そうだね、フニータってあります。フニータ、あ、これ白いのはねこれ1点だから、これが欲しかった。売ってないですよね。もう売ってる売ってる、全部売ってます。早速良かったです、昨日作ったやつ。はい、できたてほやほや。青いのが好き。運命か。おお、嬉しいです。はい。バッジが10個だから1000円でしょ。でちっちゃいのが1個だから1000円でしょ。大きいのが1500円だから3500円でございます。お菓子いっぱいもらいました。
ったっていう、国田のオフ会をもし開催したい場合には集客をするので日にちをご希望いただければ、はい、あれか、でも連絡ができないんだ。そして店番を代わってくれたにもかかわらず、フニャータも購入してくれました。違うんだね。これください。はい、あ、緑のじゃなくてこっちで、はい、そして誰かがいるとやっぱりお客さん来るんだよな。いいですか。はい、これ、はい、はい、ちょうど、ありがとうございます。すいません、入れてください。猫とウサギと2種類、猫がフニャータでウサギがフニータ。結構表情が違ってて面白いです。そうですね、全部違うんですよ ね、 そうですね。どうも同じように作ってるつもりなのにね同じにできないんですよね。じゃあちびっこタイプですね。いろんな子がいるから面白い。そう、顔が全部違うから ね、 ね、本当ですね。どの子にしようかな、ね、迷いますね、これ色で決めるか、うん、お目の色が濃い方がなんとなくね、やっぱり、うん、あ、やっぱりそうなんか表情はなんか、ね、なんか白いよりも濃い色の方がやっぱりね、そんな感じがあるみたい。新作はこの黒いボタンもらったから、黒いボタンつけて、そう、作ってみたんです。ちょっとこの子たちすごい気になるんです。あー、なるほどね、紫。この子気になる。うん、嬉しい。色違いでこの子も、なんかこの子かな、これいただいてきます。ありがとうございます。1000円です。はい、はい、どうもありがとうございます。さて、5時まであと15分ぐらいだけど、2回ぐらい来てくれた人がいたけどね、ちょっと後ろのブース覗いてみようかな。で、離れると誰か来んだよね。なんで私いるとダメなのかな。ウサギのパーカーの方は、ちっちゃい方ですね、1000円一点もんですね。この生地がこれ最後で、あ、もしご希望であれば探して、もしあれば作れたんですけど、そう言われてね、なんか紐つけたりとかそうもあるんですけど、まあ、これちっちゃくてね、私にはつけられないんですけどね。あ、今日持ってきてないんですけど、うちにはあります。値段がちょっと高くなっちゃうから。ありがとうございます。ご希望に添えず申し訳ね。店番も一人じゃなくて二人でやった方のがお客さん来んのかね。というか5時過ぎたけどな。さっき店番変わってくれて間に来てくださったお客さんらしいです。手触りフニフニなので、ウサギが最初まずフニーさんに始まり、で猫が好きなくせにどうしてウサギなんだって言われて、猫は作らないんですかって言われて、で猫が増えてる。そうですね、先ほどいらっしゃったのは YouTube 見てファンになっていた方が応援しに来てくださいます。あ、今日5時間までになりますね。顔が全部違うから、ね、悩みますよね。さっきお客さん、これをすごい悩んで、個性好き嫌い分かりますけど、ね、そう、実際ネットではね、ノーマルが売れるから、そう、でもこうやって出すとね、癖の強い子の方とかあるから、ね、いやもう、分かります、分かります。宇宙普段なんで。いえいえ、ありがとうございます。はい。ギリギリに購入しに来てくれました。と思ったらいつの間にかみんな帰り支度始めてるじゃないですか。じゃあ私もそろそろ片付けるとするかね。本日はこれで終了か。参ったね。大幅赤字だな、こりゃ。丸ごと持って帰る感じか。
で、なんとか30分ぐらいで片付け終わった感じだけど、名札取り忘れてたな。いつの間にか綺麗になくなりましたね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この辺のブースの人は今日しか出店しない人ばかりなんだね。ワークショップの人も今日だけか。で、入り口に近いところは明日も出店する感じなんだな。お世話になりました。で、どっから来たんだっけ、忘れちゃったな。はい、サムネショット撮ってなかったけど、なんだかちょっと残念。あ、ブルーボトルコーヒーなんか飲んでる余裕ないよ。お、なんだあのロボットと思ったら巡回警備なんだね。おっと、ピアノ弾いてる人いるね。ピアノ弾けたら楽しいんだろうけどね。というわけで結果発表。出店料が 12,980 円、事務用品を 1,100 円分購入したので 14,080 円かかりましたが、売れたのが 9,600 円だったので 4,480 円の赤字でございました。